宮島健一は日本の俳優である。本名、岸田祐吉、旧芸名、宮島健一、宮島健一。進撃の舞台協会出身でありながら、日活向島撮影所においては審判に組みして、脱退という若いスター時代の経歴を持ち、戦前、戦中の松竹蒲田撮影所、松竹大船撮影所、戦後の大英東京撮影所のバイプレイヤーとして、 知られる。1895年7月5日、東京府東京市に生まれる。現代俳優名館には、同年1月21日生まれとされており、出生地も名古屋市伝馬町三丁目とあり、同地は出生時点で言えば、愛知県愛知郡厚田町大和天馬町である。旧正専門学校に進学したが、中途退学する。 満17歳を迎える1912年、埼玉県北足立郡大宮町にあった、あずま座に出演したのが、初舞台である。その後、1914年、前年に結成された、舞台協会に参加する。進撃の舞台俳優としてのキャリアを積むが、世界のキネマスターによれば1919 19年、日本映画俳優全集、男優編によれば1920年に、 松本清の紹介によって、シンパーの俳優として、日活向島撮演所に入社、同年4月23日に公開された、田中英座監督のレンボ流しで映画界にデビューした。1922年12月、田中英座が監督した、ケイヤエリテンに出演、完成後の死者後の夜に、藤野秀夫、絹笠定之助、島高七、 安ズマ・タら幹部俳優13名が、集団退社の辞表を提出、国際活営に引き抜かれる事件が起きるが、宮島もこれに連座し、国勝に、電撃的に移籍している。現代俳優名官によれば、当時、宮島は、浅草区専属町一丁目120番地に住み、身長は5尺6寸1分、体重16巻門目、常用タバコは、季島で、酒はビールであるといい。 当時の宮島にとっての代表作は、永遠の謎における、その別尺役であるという。1923年4月には国勝が、経営危機に陥り、絹笠邸之助、島田かちらと共に、京都に、牧野正蔵が設立した牧野映画製作所へ移籍、同社の設立第一作であり、絹笠の監督作である、庭の小鳥に、出演、同作は、 同年6月1日に公開された。1924年7月、同社は東亜キネマに合併され、同撮影所は東亜キネマ当時印刷影所となり、同年10月、帝国キネマ演芸が大量のヘッドハンティングを実施し、宮島はこれに応じて三角キネに移籍する。宮島のいた小坂撮影所は1925年に閉鎖され、選別されたメンバーだけが、 東方映画製作所に移籍したが、同社は間もなく解散。宮島は東亜キネマに戻っている。1928年には東京に戻り、小畜蒲田撮影所に移籍した。1936年1月15日、同撮影所は神奈川県鎌倉郡大船町の小畜大船撮影所に全機能移転。宮島も移動になった。第二次世界大戦の勃発後も、 しばらくは出演作が見られる。戦後は、大英東京撮影所に所属し、多くの作品の脇役、早役を務め、記録に残る最後の出演作は、万70歳となった1965年7月31日に公開された6人の女を殺した男であった。以降の消息は不明である。没年不詳。クレジットはすべて、出演である。 公開日の右側には役名及び東京国立近代美術館、フィルムセンター、松田映画社所蔵等の上映用プリントの現存状況についても記す。同センター等に所蔵されていないものは特に1940年代以前の作品についてはほぼ現存しないフィルムである。資料によってタイトルの異なるものは併記した。1920年代、20代後半頃の写真。 すべて制作は、日活向島撮影所。配給は、日活。すべてサイレント映画。特筆以外、宮島県一名義である。すべて制作は、国、勝菅も撮影所。配給は、国際活作所、すべてサイレント映画。すべて、宮島県一名義である。すべて制作は、牧野東寺院撮影所。配給は、牧野映画制作所。すべてサイレント映画。 以降すべて、宮島県一名義である。すべて制作は、東亜キネマ当時院撮影所、配給は、東亜キネマ、すべてサイレント映画である。1925年、満30歳頃の写真。特筆以外はすべて制作は、帝国キネマ、小坂撮影所、配給は、帝国キネマ園営、すべてサイレント映画である。すべて制作は、 東亜キネマ当時員撮影所あるいは、紅葉撮影所、配給は、東亜キネマ、すべてサイレント映画である。東京の合唱出演時、三36歳。谷玲光の、秘書役。なさぬ中出演時、三37歳。奈良真うの、秘書役。特筆以外すべて制作は、松竹蒲田撮影所、配給は、松竹キネマ。 特筆以外はすべてサイレント映画である。すべて制作は、松竹蒲田撮影所。特筆以外すべて配給は、松竹キネマ以降すべてトーキーである。静かなる、血統公開時のポスター。稲妻公開時のポスター。バライク旅か公開時のポスター。特筆以外すべて制作は、大英東京撮影所。すべて配給は、大英である。 ありがとうございます。